はいどうも皆さんこんにちは、ぴよちきチャンネルウープ主のぴよたです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回はこちら秋の洞窟、金色の王にやっていきたいと思います。まずまあちょっと実況に入る前に、前回コメントの方でね、無限姉妹はの SP 云々が枯渇するんですけれどもという人のためように、一応使っているパーティーを数十秒ほどね、移しておきます。こんな感じでね、レビリアさんを使って、サンタレビリアさんを使って SP を回復させて、枯渇を免れているという感じとなっております。はい、まあちょっとそういうことでパーティーを変えまして、今回はこちらのパーティーで挑んでいきたいと思います。里前静葉のパーティーですね。こちら金色の大鬼、ウェーブが1、敵ユニットが4、火が1、地が3となっておりますので、まあ、火属性の敵を属性変更して殴るっていう、まあなんともまあ単純明快なやつとなっております。ちなみに、こちらのステージ名となっている金色なんですけれども、こちらはですね、大地の中心を貫いて大地を支えていると想像された軸、地軸という意味らしいです。はい、こちらの意味はね、日本国語大辞典の解説となっております。はい、そういう感じとなっております。地軸ということで、挑んでみましょう。秋の洞窟、金色の大鬼、難易度ルナティックスタートです。さあどうなるのかわからないですけれども、何が出てくるんでしょうね、火属性一体。まずは灰王が赤鬼、赤鬼が火属性、予想外の鬼、そうか。で地属性の MP スイカがボス、MP スイカですか。ちょっとこのパーティー相性悪い気がするな、 CT 減少防御を持ってるってことは。で青鬼、なるほどなるほど、そうですね。でもまあ食らうとまずいのは変わりないんで、先に赤鬼を勝利するのが先決ですね。あとは MP スイカに対してのデバフ盛り、ちょっと MP スイカもう一回見ておきましょうか。 MP スイカ TP に合わせ威力1000、単体攻撃の攻撃ガード貫通で、CT ダメージ防御 100% と。はい、まあなんでしょうね、じわじわと来るやべえやつみたいな、止まることはないっていう、速度をね早急に下げるべきであるっていうキャラの一人ですね。あとは TB を絶対に溜めさせちゃいけないやつっていう認識でいいと思います。とりあえず溜めさせたら確実に一人落とされるっていう感じですかね。攻撃ガードのスキルがね意味をなさないということなんで、そこがまずいところ。 CT ボスともちっといたっけ、そもそも里前の2人を使わなすぎて。そうですね、 CT 上昇持ちはいないですね。速度上昇はいるけど、まあじゃあしょうがない。でも CT の増加は先に静葉さんをやるのがいい気がしますんで、静葉さんをやって、ニトリちゃん行きましょう。静葉さんは攻防減少をかけて、 MP スイカさん耐久力がそもそも高いなんで、そこの部分もね考えてやんないといけない。トワイライトガーデンが貫通攻撃、赤鬼を巻き込みましょう、属性変更。そして赤鬼とかの処理は、鬼系オーガ系のキャラは適当に向こうの人に任せるとして、 MP スイカちゃんを連続攻撃していきましょう。ちなみにね、ハイオーガも88000、相当な HP があります。まあスイカちゃんと比べると、スイカちゃんの方はねハイオーガの 1.5 倍ぐらいあるんですけれども、それでもねやっぱり高いことには違いないです。88000、約9万、相当な量ありますからね。さあ全体攻撃で CT は削れない、ハイオーガも CT 削れない。あーなるほどね、待って、ハイオーガも相当エグいな。 TP いっちゃうぞ、威力200のハイパーチャージな。あーまあデバフ盛りさえしておけばなんとかなるね。とりあえず 100% 防御を3人にかけておけばなんとかなる。で速度上昇、あとは SP 回復、どうしましょうか。 CT 減少が効かないならこっちは狂乱天狗壊しの方を使うよりも CT50 スキルで振りまく役にしてもいい気もしますよね。まあでも回復はしておきましょうか、一応。で全体攻撃で、あーでもいいダメージ入るな、余裕で倒せそうな気配はありますね。
この場合は火属性のあの子連れてきた方が良かった気もしますね。火属性の CT 防御関係なくね、 CT を減らすキャラがいるんですけれども、確かバーニーの冷戦だったかなが、持ってきた方がこの場合は良かった気もする。まあ速攻でやれば何とでもなりそうなんで、倒せるときに倒すハイオーガがハイパーチャージ、ハイオーガのハイパーチャージ、いやーなんかもうダジャレのように聞こえてしまう謎さ。さあとりあえずバーフ乗りはできないんで、 MP スイカちゃんを優先して狙いつつの、TP 減少はハイオーガ、あついでに倒す。さあ速度遅くしているから動きは呪いぞ。攻防減少かけまして、そうもう下がらないですね。気をつけてさえいればなんとかなる。とりあえずまあ CT0 技のやつなんでダメージソースとして属性変更技も使っておきましょう。イノセンスメイル、ナイスアタック、これでおしまいだ。いやー強い、強いですね。火力がね、常時火力を高く維持できるのがこれのいいところですね。ということで秘伝の書を2つ、口伝の書が1つゲットとなります。いやーまあ通常ダメージが高いっていうのはね、やっぱりこのパーティーの魅力、インプスウォームというのが解放されました。まあこちらは次回として、こちら行きましょうか。古代の巨神、こちらは、はい、見てわかる通りなんですけれども、ウェーブが3、ユニットが9、地属性となっておりますので、今回は里の石田さんのパーティーではなくこちらのパーティーで挑んでいきたいと思います。はい、こちらですね、行きましょう。スタートです。まあなんで里前静葉のパーティーをこういう時に使わないかというとね、まあなるべく多くのキャラを使いたいっていうのもそうなんですけれども、なんて言えばいいんですかね、里前静葉のパーティーは強いんですけれども、本当にそのパーティーだけでなんとかなっちゃう感がすごいんですよね。全部なんかやっときゃなんとかなるよっていう、なんでなるべくね、もうそのパーティーを固定化するのは避けます。でもまあ適切だと思ったところ、やっぱこのパーティーこそ合うなって思ったところには容赦なく投入はしていきますけれども、さあ敵にはこれはサイクロプス、ティタノサウルス、あと後ろにいるのはこれはミノタウロスか、そうですね、あのこの斧しか見えない感じのやつはミノタウロスですね。いやーティタノサウルスね、意外と言いづらいんですけれども、言いづらいっていう意味では名前を覚えたキャラクターですね。なんかティラノサウルスと似てるんだけども、なんかちょっと違和感がある、ティラノと言いそうで言えない、ティタノ、そんなキャラです。さあとりあえずパパパッと倒していきましょう。でもまあ全員意外と耐久あるキャラなんですよね。特にミノタウロスとティタノさん両方ともね6万5000近い HP を持っていますので、小石のチャージでなんとかいい感じに吹っ飛ばせないですかね。 HP の半分くらい吹っ飛ばせれば行こう、そんなに減らない、まあそれは想定済みとしましょう。そもそもデバフを防ぐのと瀕死特攻持ち、今回はねケゴンガンのニトリちゃんが役立ってくれますね。さあ減らして減らして、その間にバフ盛りをしたりいろいろしましょう。さあティタンが弱体をね防ぐ、 90% で防ぐんで、まあそれはしょうがないとしましょう。戦術のチェリーはその CD を削りまくる。さあユウカさんも攻防上昇からのさらに全体攻撃で速度も上げていく。ダメージは少ししかない敵でもね、それでも速度とかも上がっていくので、速度にデバフにいろんなものを盛りまくるのでね、かなり敵が動くっていうことをね避けられるパーティーではありますよね。まあ反根性を使う感じですかね。よいしょ、まあ CD はちょっと火力が不足しちゃうっていう感じですかね。そこだけが唯一、幻想鏡の開花よりフラワーシューティングで単体攻撃をした方が良さそう。さあウォークライで攻撃を上げてアクセルチャージ、アクセルチャージは速度上げ効果がありますと。ブリロックダメ、さあミノタウロスはそろそろお亡くなり、ティタノ、あと HP はどれぐらいでしょうね。ティタノサウルスは3297、デバフは今回いらないとしてシリコ玉の方で攻撃をしていきましょう。倒せましたね、ついでに SP も回復できたんで OKOK。さあ酔い人の精神無限でやりつつの、これなんだ、何が出てきた、ハイオーガとロックドラゴンとグレートドラゴンですね。そうですか、まあハイオーガはさっき出てきた HP、 高 HP のね高耐久高威力みたいな感じのキャラクターですね。さあフラワーシューティングでハイオーガですかね、先に狙う。ハイパーチャージからのスレッジハンマー、ナイスダメージ、敵を褒めてもしょうがない、だが敵を褒めないと何も出てこないだけ。さあ DVR
ながらの灰馬の動きをとりあえず止めておきたいっていうのがね、本音ではあります。手駒を使いましょう。さあここからどうするか。はい、すみません、ちょっと録画止まっちゃいましたけれども、多分まあ、はい、ハイオーガにダメージを与えた、このね、ケゴンガンでダメージを与えた状態から続いてると考えてください。まあ、どこまでね、録画データが残ってるか今の状態じゃ分別しようがないんでね、なんとも言えない。さあ、ハイオーガの TP が現在溜まっているので、アーマーバリック使われるとかなり厄介なんで、危ない危ない、違う、シルクルソリューでしっかり削っていきましょう。溜まっててもいいことはない、マットショット死ななければ OK。 さあ、ケゴンガン減らしたいところですけれども、乾燥することまでも回復を優先させましょう。で、ゆうゆこ様、ハンコン町の回復を優先させましょう。 TP 技は使いたいですけれども、使うと死にますね、この場合は低 HP すぎて。さあ、これこそがね、ゆうゆこ様の特徴。まあ、本来はゆうゆこ様の位置のところにニトリちゃんを移動させるのが正解なんですよね。サポート役のキャラクターが炸裂攻撃ですらダメージが当たらない、特にね、まあ、ニトリちゃんもそうですけれども、大妖精ちゃんとかね、耐久の低いキャラ、そういうキャラクターをその位置に入れておくことで正解っていう感じがします。全体攻撃は無理でもね、もう重裂だろうが炸裂だろうが、さらにね、さらに言えば重裂、炸裂、貫通、全ての攻撃がね、全体攻撃ではない限り当たらない位置に置くっていうのがね、大事だったりします。で、出てきたのが、グリーンジャイアント、ダークナーが後ろの何この巨神兵みたいなやつ、タイラント、でっかいけどなんだかわからない、何これ、レストレント、炸裂攻撃、防御 20% 減少で、アースクエイク、 TP チャズがアースクエイク45、威力45の全体2回攻撃、うわー、障壁とか結界とかを剥がすような技ですね、これ。で、ドレッドノートの CT 90% 防御、なるほど、高耐久のサポート型ですね。うわ、めんどくさ、これ。ちょっと待って、速度はどう？そうですよね、もうなかなか攻撃の高いのもそうですけれども、防御速度もまあまあ高いですよね。なるほど。で、CT を防御する。あと、ダークナーが普通に溜まってんの、ダークナー。さあ、警棍ガンで CT を減らしていきましょう。タイラントが減らない、タイラントが減らないぞ、これ。5% でもいい、減らしていけ。ドン、やばい、ダークナーが用のために、やばい、これまずいな、ダークナーガのやつがたまるぞ。 CT、 次ニトリちゃんの CT を減らさないと死ぬ、危ない。レストレント、ブレイクダウン、能力上昇を緩和していく。ちょっと痛いですね、これは。それはやめてもらいたいな。で、今回は CT を下げるよりもデバフをかけた方が良さそうな気がするな。敵はデバフを、そうですね、ダークナーガがクリアランス持ってますけれども、すでに使ってますので、デバフ盛りで速度を下げた方が良さそう。さあ、スーパースコープ 3D、 これで TP を削る、ナイスダメージだ。グリーンジャイアントもついでにやられましたね。さあ、こちらで SP も回復させておく、ちゃんと気づいておけばよかったですね、早めに。ハンコン調で減った HP 少しでもいいので回復、ダークナーガを攻撃。生育タイラントは残っててもなんとかなる気がする。攻撃力はかなり高いですけれども、それ以前のそれのね、技能力自体がそこまでなかったので、そこの部分を考えると先に倒すべきはダークナー。さあ、ってか速いな、速度が予想をはるかに超えるスピードで速い。ちょっとやだな、この速度。ケゴンガンよりスーパースコープの 3D 使った方が良さそうですね。ちょっと待ってね、ゆうこ様のディレイはあと1だから次回です。もうそれは回復してるな。じゃあスーパースコープの方で減らしにかかりましょう。 CT がね、そんなに下がれないやつなんで、デバフをやれるゆうこ様のこの動き方はかなりいいですね。さあ、防御以外は基本全部下げました。戦争ジェリー、ウルスマン、ナイスアタック、いい火力ですね。シルクドソレイよりフラワーシューティングでダークナーが倒せば倒せました。 OK です。いやー、タイラントの全貌が明らかに、もはや何なんだこれは。なんだこいつは。まあ、多分ね、ゴリラみたいな感じで前かがみになっているのはわかる、わかるけれども、何の生物かと問われると、ロックゴーレムみたいな、そんな
すごい簡単なね、言葉でしか表現できない。さあ、敵のデバフもそうですけれども、もうデバフを回復させる技はないので、敵に。次、レストレインとか飛んできますね。レストレインが飛んできますので、まあそうですね。ダメージソースの方のやつにしときましょう。CT3% でもね、下げている状況だと意外と下がってたりはする。3% ですら。さあ、ちょっと乾燥してからも回復をしていきましょう。ダメージはね、そこまでないんで、回復にさえ専念しておけば、しかも優子さんを中心に必ずダメージが飛んでくるんで、それ以外のキャラクター、最悪 HP が減ってきたら、その減ってきたキャラクターと優子さんを交代させればなんとかなるはず。フラワーシューティングでボールも下げていく。ナイスダメージ。さあ、ここで病院闇小町をやりつつも、そうですね、フラワーシューティングよりもシルクドソリューで減らした方がいいか。どうしようか。花鳥風月をやって、次幻想郷の開花の方を使って回復させた方がいいですね。小石ちゃんもここで止まる。井戸の開放を使って、これでブラムリーローズガーデンで飛ばせるか。 OK です。結構安定して飛ばせましたね。 OK。 いやでも硬かった。エクストラチケットラストメモリーガイアクリーファー。おお、なんかかっこいい名前。ラストメモリーが2つ目ってもうそれはラストじゃなくねという。なんだろう、ラストのメモリーなのに、なんか最後の記憶だと思ってたらそれが最後の記憶じゃなかった感がすごいある。ラストメモリー、まあエクストラチケットもね手に入りましたし、ラストメモリーは何なんだろう。あった。 SP が80、攻撃が10、思いがつながり力となります。うわー、なんかよくありそう。すごい、ラスボス前にさらに覚醒して謎の力を得そうなアイテム。すでにラスボスを倒したんですけれども、このゲーム、表世界のラスボスは死んだ。まあそれでもね、ただただかっこよかった。タイラント、新しい敵が出てきましたね。まあ無事倒してよかったですけれども、ちょっとキャラの組み合わせ次第ではかなり凶悪な敵となりますね。ああいう高体力サポート型の敵っていうのは、そうですね、今後ちょっと出てきたら警戒しましょうか。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。